時期的にこの辺りは外せないと思い3月14日に確認できた飛行機ですアメリカ空軍 E8C ジョイントスターズ対地上レーダーを備えた鑑識ベースとなる機体は1968年製 A330MRTT マルチロールタンカートランスポート空中給油輸送機 複数の国で購入し NATO の枠組みで共同運用しているらしいオランダの基地に所属しているアメリカ空軍 RC-135W リベットジョイント偵察情報収集を目的とした装備 イタリア空軍イタリアから飛んできているガルフストリーム G550 早期警戒機レーダーを装備しているアメリカ空軍 k c 1 3 5 t ストラトタンカー空中給油輸送機スペインから飛んできてこの時点で7時間以上ここにいる。 アメリカ陸軍 UH6TM ブラックホーク輸送ヘリコプターイギリス空軍 RC135W リベットジョイントイギリスから飛んできている。 先ほどのアメリカ空軍の RC135W と同じく偵察情報収集用に回収されていると思われる国境に沿って飛んでいるアメリカ空軍 KC10A エクステンダー空中給油輸送機イギリスから飛んできてルーマニア上空で待機している。